報ですね、いわゆる地域意識と申しますが、交通安全だとか、それから高齢者対策、また環境等、いろんな多方面におきまして、ご協力、またご理解を取りますので、厚く御礼申し上げます。特に最近の地域社会と申しますか、非常に少子高齢化というのはもちろんありますが、なかなかこの地域意識が難しい、そういう時代になっているかと思います。先ほどちょっと政府認定でもありましたが、町内会への加入率の平均が 66% 台、もちろんこれは地域によって非常にこう数字が違いますが、そういう中にあって本当に皆さん町内会活動を一生懸命やられるというところから申し上げます。さて、今日の実は私どもの方から3つほど事例紹介をいたしますが、そしてまた皆様の方からいろんな要望をいただきました。でまず3つ申し上げた点について若干補足したいと思います。まず1つは病院の関係でございます。病院に住んだ人は先ほど現状はどうなのか、これからどう進むのか、そういうことのお話がありました。まず先ほど病院のことに、赤字のことで先ほどご意見がありました。でも私はその過去がどうとかこうとかということじゃなくて、今ある病院、これを市民のためにどう運営していくのか、そういうことを念頭に、先ほど清幹事長も申し上げましたが、そういうことで今やっております。そしてそれに向けて、まず経営健全化に向けて努力しよう。残念ながら今全国の地方自治体の病院というのは7割以上が赤字でございます。いろんな事情があるでしょう。しかし、その、限度もあると思いますが、できるだけこの病院の経営改善に向けたいということで、病院について、今年1月から経営改善検討委員会などを設けて、そして取り組んでおります。おかげさまで、病院側のご努力もありまして、経営はいい方向に動いておりますし、また7月以降、全適用の病院になった段階で、さらにいろんな取り組みをされて、市民のための病院として、運営しているということでございます。そこで、じゃあこれから、どうなるかということでございますが、一方で、この市の方からして、どういうことなのか。でこの病院というのは、赤字と申しますか、債務、これが医療の収入の2割以上の赤字になれば、いわゆる外部監査にお願いしなきゃならないという一つの決まりがあるんです。で今、決算が21年度の決算が終わりまして、累積で約15億いくらかの赤字になりました。よって、今回の決算が出た段階で、関係にも市にも監査にはいますけれども、そういう監査員ではなくて、個別に外部の専門家、コンサルタントにお願いして、そして監査を受けて、そして病院の経営改善計画を作って、そして機械の秘訣を得て、それに向けてその計画に沿って運営していく、こういうことになるわけでございます。現在、それに向けて事務を進めておりますが、それと合わせて、今後その、事業管理者ということで、もう経営は全く市とこう分離といいますか、今独立した状況なんですが、市としても、その病院の経営について、専門家による、評価と申しますか、いろんなご意見を聞きながら、病院の運営に当たります。で今のところ約4人ほどの評価委員をお願いして、この委員の方は本当にこう病院経営のもちろん医師の方でございますが、実際に事業管理者として一生懸命やっている方、そういう方からいろんなアドバイスを受けるなり、そういうことでやる、つまり病院としても一生懸命やるけども、また外部からの意見も聞きながら、なんとか市民の病院として経営健全化に向けたい、そういうことで今考えております。何よりも医師が足りないということが根っこにあるわけですが、医師にしましてもこれからも粘り強く一人でも多くの医師に来てもらうようにということで、いろいろやっている状況でございます。
次にゴミの問題でございます。ゴミはもう何て1から1、2、3、1番、2番、3番、これはとにかく市民から協力を願う、これしかないと思っております。このゴミの分別を始めた、あれは神奈川県でしたでしょうか。始める前に約3年ほどかけて、とにかく市民に説明、今度からこういうことをやるからよろしくお願いしたい、そういうことで市民の協力を得て始まったというふうに聞いておりますけれども、今の分別にしましても、またゴミの出し方にしましても、やはり市民の皆様に私どもの方もできるだけ情報を提供しながら協力を願うしかないんじゃないかなと思っております。そういう中で、先ほどコンポストの話が出ましたが、またこれからのゴミ、いわゆる最終処分地というのがありまして、そこの市は2箇所あるんですが、そこに最終的に、ゴミについてはそういうふうに考えております。それから、その段階で、今、ディスポーザーなるものを新しく、設置、試験的に設置して、そして生ゴミの減量化を、調べたいという話がありました。流しの中の、排水溝の下のところに、生ゴミを粉砕する機械を設けて、そして下水と一緒に流す。で、これはゴミの減量だけじゃないんです。そして出て、たゴミを、いわゆる最終処分地に行ったものを堆肥化するのが一つの目的があるんです。つまり循環型社会。でこれがこう大々的になれば、そこでメタンガスを発生する装置を取り付けて、それなりに活用する方法もあると思うし、またその生ゴミの粉砕物が入ってますので、それを堆肥化して、また還元しようと。すでにそういう取り組んでいる地域もありますけれども、単なるゴミの減量ということじゃなくて、そういう、循環型社会と申しますか、堆肥として還元する。そういう将来的にはそういう狙いもあるという、合わせてゴミの減量にもつながる、そういうことで現在進めております。今年度市内の方にモニターさんを何時後かお願いして、そこで、そういった粉砕したものがうまく排水溝を流れるのかどうか、そういうことを調査しながら、これは問題なしという、私においても問題なしということになれば、少しずつこう広めていければいいかなと思っております。それから時間ももうあるんですが、いろんなこう要望があって、なかなか要望しても実現してくれない、そういうふうなお話がありました。昨年も185件ほどの要望がありました。多くは道路だとか歩道だとか、あるいは防犯道だとか、そういう関係でございますが、特に道路につきましては、年間この町内会の皆様から要望を受けた内容で約3億円ほど単年度でやっております。で、合わせてその過去にその要望を受けて現在も続いて実施しているのを合わせて28億円ぐらいですか。こういう中でやっておりますので、なかなかその単年度で全部というわけにはいきません。そういうことで、先ほども説明ありました通り、計画的ではなんですが、優先度を見ながら、また地域のバランスを見ながら、そういうことで少しずつ、取り組んでまいりたい、そういうふうに思っておりますので、これはもう皆様からご理解をいただくしかないと思っております。またカーブミラーだとか、それからガードレールにしても、防犯灯にしても、暖かい音にしても、要望の悪化、おそらく7割ぐらいは設置できているかと思いますが、そういうことで少しずつ遅いということになるかもしれませんが、現在やっていると思います。ご理解をいただきます。それから最後に、市の行政の運営というか、それにあたっての基本的な考え方、先ほど最後の方から本当にこう貴重なご意見をいただきました。まさにその通りだと思っております。相手してこの行政というのはコスト意識が あまりないと申しますか、そういう状況は事実でございます。で、現在、市では職員全員に事業評価などをやっております。
まあ、従来まではこういうことを自分でやった、非常にこう抽象的な表現が多かったんですが、今はできるだけ数値を出して、そしてそれに向かって努力をしてくれた。でこの先おそらくその努力を到達できる人、まあ、できない人いろいろあると思うんですが、それが次の段階に何らかにまあ反映する、そういうシステムにお願いしますが、それも他の市町村等でやっておりますので、もちろん民間では特にやっております。まあ、そういうことを職員のにも根付かせながら、まあ行政コストと申しますか、そういうことを広めていきたいなと。ただ、まあ、その私どもの事業の中に、じゃあみんなこの 黒字に ならなければならないのかと、まあ、そういうことがあるかもしれませんが、まあ、私はあるものはもちろんそうですが、必ずしも全部というふうには考えておりません。つまり先ほど現代美術館のお話がありました。まあ、じゃあその来たその波及効果と申しますか、現代美術館を見るために十和田市に来られる、その方が例えば次第に宿泊されたかとか、何かを買い物したかとか、おそらくそういう。